い、こんにちは、マイケル太郎です。今回は2022北海道大学の問題解説分析やっていきたいと思います。まあ、具体的な数学的な問題の解説はですね、まあ、ネット検索してもらえれば回答速報はあちこちに転がってますし、他の YouTuber さんもおそらくやってくれると思いますが、その問題を解くために何を勉強すべきだったのか、今結構勉強計画が考えられる方多いと思いますので、北海道大学志望している人とかですね、それに準数難易度志望している方で、こういう、まあ、今年ちょっと北大理系は特にですね難しかったとは思うんですけど、こういう問題をですね本番出た時にどういうことを考えておけばよかったのか、そういうことが起こった時にも対応できるのはどういう勉強なのかっていう話をしていければなと思います。まあ、シェアリングナレッジですね、このチャンネルではですね受験勉強を論理的に解説するということをいつもやらせていただいておりますから、論理的に一つ一つ紐解いていきたいなと思います。それでは行きましょう。ちょっと理系からいきますね。理系なんですけど、ややなん、標準、標準、まあ、こういうのを見るとですね、ちょっとなんかしすぎだろうって結構みんな言うんですけど、こういう大体ですね、世代になった場合は、いわゆる標準問題だけをきちっと満点取れたかですね、解いた問題すべて正解かどうかですね、それが結構キーポイントになってきます。計算ミスやらかさなかったとかね、そういうことがポイントになってきますね。はい、で、1番からちょっと問題見ていきますが、まあ、これですね、これはですね、絶対値の処理で最大、最小、不等式と、マスマップ Y3 つ使えば、まあ、簡単には解けるんですけど、Y 的に整理してないと、特に北海道大学の医学科の人だったらまた話は別ですけど、意外な人はちょっとしんどかったかなというような問題でしたね。で、しかも1番から初っ端から来てるんで変数いっぱいでですね、ちょっとそこはきつかったんじゃないかなと、個人的にはちょっと見て思いました。はい、なんでこの1番からですね結構面食らわれたっていう人がですね、言っていたんじゃないかなと正直思ったりも、しております。はい、まあですね、まあ、こういうですね、ここの2変数で0から1だったら相加相乗を疑うとかですね、まあ、Y をパッと覚えてる人はですね、これ最後相加相乗を落とすんだろうなといきなり見えるんで、結構テンション上がっておけたと思うんですけど、まあ、そういう風に整理してないと正直ちょっとしんどいんじゃないかなと。まあ、結構ですね、絶対値を見たら、まず絶対値の処理の基本というのは最初は外すなんですけども、そういうことを知らないと、まあ、わちゃわちゃしちゃうかなと思って見ていた問題で、正直1番からこれやられて、ちょっといつもの北大とは難易度が違いすぎるなと思ってびっくりした人多かったんじゃないかなと思います。しかも2にもこれ見た目いかついんですよね。まあ、正直これ、まあ、網羅系星4なんですよ。まあ、網羅系星4、数列関数の極限のですね、最後に持ってるテーマではあるんですけど、まあ、ただですね、これ、まず網羅系星音が瞬殺で、ああ、星音乗ってるわ、ポーンってやれる人が、北大市受験層でどのぐらいいるかですよね。北大なんだから、当然、網羅系はですね、当然全部例題覚えとかないといけないんですよ。通算までね。通算の星音ってなかなか北大とかだとグレーゾーンだと思うんですよ。医学科の人は当然やってると思いますけど、グレーゾーンだと思うんですよ。こんなん余裕で解説したるわぐらいまで言ってる人ほとんどいないと思うんですけど、そこまで必要ということです。逆に言うと、まあ、ニューグローバルレジェンドと、まあ、ハイレベルする完全攻略、次のレベルの参考書っていうのは、それが終わったらやるべきであって、それがないと受からないで、僕らはないので、網羅系の数三までですね、理系きちっと終わらせる、例題をきちっと終わらせるっていうところに注力してほしいな、まあ、注力することが大事だっていうのを改めてですね、教えてくれる問題だったんじゃないかなと思います。まあ、あと計算が大変なんで、ミスノート普段からつけてますかっていうのはですね、そこが結構問われたんじゃないかな、ミスノートですね、計算ミスの論理的減らし方っていうのは、この動画で解説してるんで、まあ、それ見ていただければなと思います。で、はい、第3番、東北大でこのレベルの通過領域はもう超レアですね、難しい、難がついていたんじゃないかな、なんですね、まあ、東大で出ればですね、はいはいで終わりなんですけど、はい、いつもの東大なんですけど、まあ、そういう問題です。はいはい、いつもの東大みたいな問題でした。まあ、基本方針は、カッコ1だけ取って撤退ですね。これ、カッコ1だけ取って撤退できた人は優秀です。結構、この1、2、3ですね。1は、まあ、絶対値の処理できない人はきついと思うんですけど、2、3はですね、JR 問題取って撤退はできるので、まあ、それができたかどうかっていうのは非常に大事ですね。超難化した場合はですね、もう全部が曲なんていうのはあんまなくて、北海道とかも結構カッコ分かれするので、東大と違ってね。そういう時はちゃんと、カッコ1とかにはビビらず確実に取ってください。で、無理だったら捨てるんですね。で、カッコ3は、カッコ1とかの、ですね、事実証明問題だったりして、それを利用したら、さんだけ出せるとかがあるんで、そういうのも結構あるんで、そういうことを知っておいて、むずいはダメだではなくて、どっか部分的に取れないかなって考えるっていうのを知っておいてください。技術として知っておいていただけると合格に近づきやすくなるので覚えておいてください。でも本当にもうこの大門さんはですね、まあ、かなりしんどいですね。まあ、過去に通過領域をゴリゴリやっていた人からしたら、まあ手動かしは答え出るなって思ったと思いますし、まあ、通過領域って順増逆増崩落線で終わりですから、Y を覚えた瞬殺ではあるんですね。が、まあ、定数変数の区別っていうことも知っておかないといけないし、まあ、通過領域だから当然そうなんだけど、計算量も多いし、場合分けも多いし、まあ、通過領域ってそういう分野じゃんって思ってる人は、あなたは数教なんですけど、今話
ジで何の話してんだろうと思ってる人結構いると思いますから、はい、つがれわぎっていう分野も正直僕は北大だったら絶対やれとは言わないレベルで、嫌からとやってくれて当然ですけど、じゃなくてつがれわぎの Y まで覚えろっていうのはちょっと数学の要求量多いんじゃないかなと、まあそれは 90%80% のですね確率で合格するように持っていきたいんで、さてやった方がいいけど残り時間とか考えてね、そこまで手を回るのがちょっとしんどいんじゃないかなと、正直本番はもう絶対撤退するべき問題だったんじゃないかなと思っております。数学を武器にした医学科生の人はもう通過領域当然北大でやってもゴリゴリやってください、ここは取り切ってください。4番ですね、まあ、これはですね網羅系まんまなんですが、九州大学の時も話しましたが、結構宮廷大で当然数学科の先生がちゃんと存在しますので、短科医大とかねそういう大学とは違ってすごいいいとこついてくるんですよ。円順ですとかね、まあ、いわゆる普通の教科書に載ってる内容だけれども多くの高校生が理解しづらいであろうとこっていうのは、まあ、僕らも当然よく知ってますけど大学の先生も分かってるわけで、そこをああこいつら勉強サボってな何して大学受験来るんだなってのは向こうはもう分かってるわけですよ。そこをパーンとついたものですね、円順列と条件付き確率です。結構理解にハードルがあるやつですね。それをちゃんと理解した受験勉強シャナリサイクルですよね。これいつも出すと思うんですけど、理解、暗記、定量化、この理解をすっ飛ばして暗記をするともう一瞬で忘れるし使い物にならなくなるんですよ。ちゃんと理解 100% 終わってから暗記 100% にいかないといけないんですよ。2つとも皆さん結構できてないことが多いですよ。理解 50% 暗記 50% 全く点になりません。だから勉強しても成績になりませんっていう質問なんですよ。ちゃんと理解をやれてないのか暗記をやれてないのかどっちもやれてないのか、まあ、この3パターンに分かれるんで、自分のですね勉強を反省するときはそこをちょっと見てもらえたらいいかなと思います。なんとなく網羅系で理解できてないのに丸暗記してるのはないからですね、まあ、それがなかった人はこれ感動です。あった人はもうその時点で爆死です。で合否が分かれたっていうような問題だったと思います。この4番は本当に合否を分ける1台だったかなと僕の答え思います。で5番は数3まで終わってますかチェックですね、まあ、これ網羅系星3までやっていればできる問題なんですが、まあ、1から4でパニックになっている人は正直これもちゃんと取れず、結構悲惨な点になったんじゃないかなと思います。まあ、これが難化した場合の問題の、まあ、よくあるパターンなんですね。網羅系そのまま出てるんだけれどももうパニック状態になって、もう全然解けないという状態になる。だから、ちゃんと脳内プログラムとこれ読んでるんですけど、時間配分と本番起こり得るアクシデントを全て列挙して書いておきましょう。そうしておくと本番は予想通りのことしか起こりません。当然想定外が起こるとパニックになるんですね人間。じゃあパニックになりたくない、そういうこと言う人多いと思うんですけど、パニックになりたくないんだったらパニックの発生基準を考えればいいわけですよ。パニックっていうのはもうこれ社なりの体験に来てくれればベーシックコースのところに細かく書いてますけど、パニックになるというのは理由は結局予想外のことが起こるから、予想外のことが起こる確率っていうのは予想内の内容がどれだけ多いかですよね。だから予想内データを貯めていくと。なんで本番こういうことが起こったらこうしようっていうのをさらにですね分岐させてどんどん、僕ら脳内プログラムっていうアプリの中で求めさせていただいてますけど、そういうのを作っていくというのができていれば、今回のこんな問題が出た時でも4号を確実に取って、さあ時間余ったでも今回難しいな、まあかなり難化したなとか思いながら必要な部分だけ取って、そこまでできればかなり上位合格に取り込むと思いますっていうのができたんじゃないかなと思います。ぜひ覚えておいてください。では分岐いきましょう。さあ君も大学受験を一緒に拍手を。今なら体験プログラムが1週間無料で受けられます。詳しくは概要欄をチェック。見てですね、まあ、正直大問1ですね、これ評価ではですね、ややいとなってたんですけど、まあ、本番を落とす要素としてはですね、括弧には不等式の証明の Y 知っておいた方が楽だったんじゃないかなと思います。数学得意な人からしたら何言ってんねんお前、この Y 知ってね、 Y なんて楽だって XX って思ってるかもしれません。まあ、その人は一定数学ができると思います。はい、数教徒まではいかなくても一定数学ができると思います。まあ、Y 知ってた方が楽だったな、そのままだったんですっていうぐらいの問題です。今網羅系マンマの問題ですね。まあ、でも括弧さんはちょっと数学が結構苦手な人にとってはニューグローバルレジェンドまでやっておきたかったっていう感じですね。問題です。はい。数学的素質は一定やっぱあって、当然、受験勉強においては暗記すれば、その素質の差は埋められるんですよ。皆さん当然人間なんで、当然受験勉強だけじゃないんですよ、世の中は。なんで、でも、受験勉強っていう一領域があって、まあ、そこで皆さん、競争をするわけじゃないですか、受験勉強って。当然、それ以外の絵を描くだったり、3D モデルを作るだったり、僕だったらプログラムするとか、いろいろ、当然、社会には競争の軸がいっぱいあって、それができないからといって、平行必要は本当ないので、これはもう本当、高校生には伝えたいことなんですけど、受験勉強、本当に社会全てだ。本当1億分の1なんですよ、種類の1億 何億っていう、まあ不思議言うと人間の数だけ軸はあるので、自分の軸を見つけてほしいなってのすごい思うんですけど、まあ、受験は良くも悪くもその故郷から仲間く情報入ったらもう一個追加ですけど、その軸で争わされるんで、なんかそれができないと自分を否定されたりと思っちゃうかもしれないけど、そんなことはない。だからへこまっててほしいんやけど、まあ、大学にですね行った方がいいとかですね、自分のしたいことにも、ね、行かないといけない時にそれ突破されるのしゃあないわけですよっていうのを考えたら、まあ、数学で才能あるやついいな、まあ、正直それ羨ましいと思うんだけども、それは仕方ないので仕方ないとさっさと受け入れてしまって、
じゃあ数学苦手だから順番ちょっと多めに暗記しておこうと、才能を担保するために努力でカバーしようと思っていただければいいかなと思います。でこのカッコ3点もらけでできた人もいると思いますが、まあ、数学的にはちょっと素質、まあ、ないとは言いません、苦手な人ですね。僕も結構苦手なタイプで暗記いっぱい頑張ったタイプなんで、暗記でカバーするのさに入力をバルまでやっとくと同じ問題があるので、ほとんどそれで対応できたんじゃないかなと思います。カッコ2ぐらいはもらけにまんまあるんで誰でもできたと思います。でこれでももらけにあったあるけど確かに数字変わってできないって言ってるのは、それ理解をしてないことが非常に多いんで、さっき言った図ですね、知らない細工の理解不足が非常に可能性として高いんじゃないかな、それをちょっと反省してほしいなと思います。はい、カッコ3。カッコ3ね、これ網羅系類だけど、これもまたそうなんですが、非常にいないのつくなというか、まあ数学的なセンスというか、まあ生まれ持って数学ある程度好きとか得意とかそういう会話で、あと小学校の時にそこそこ算数やっているような人間に関しては網羅系だけでできたけど、そのやってないとこれ配下のですね、ハイレベル数学完全攻略のですね、お茶の水の大学ですね、あれ3万だったかなかなんかにまんまあるんですよ。番号表示られた問題にほとんど似たような問題があって、内接円の整数問題落とし込んでですね、図形の問題から整数に落とすっていうのがまんまあるんですけど、なんで配下レベルと言われれば配管レベル、まあ過去一は違うけど、過去にまで関東ということを考えると配管レベルだったなというのは正直言える問題で、これもさっき言った通り苦手なタイプは最後までやっておくべき、暗記をもう一段階ですね上で積んでおくべき問題だったかなと、まあ、ちょっとしんどいかなと、まあ、この一定数学が、まあ、普通以上多分できる人にとっては網羅系でいけた問題かなと思います。でこういうと平北大って網羅系以上必要なのと思うかもしれませんが、あの網羅系以上が自分にとって必要だったとしても、網羅系を完璧にしないといってはいけません。当たり前ですね。網羅系以上が必要だとしても、50% の完成度で網羅系の次の参考書まで終わらせた人と、正直、極論に言うと、網羅系全部終わりませんでした。空間ベクトル全くやらなかったけど、それ、やった分野は完璧です。100% の完成度でしたら、空間ベクトルは0点なんですけど、それ以外の問題をパーンと取るので合格するんですよ。で、後者の人って、完成度 50%、60% だと1点にもならないので、えげつないぐらい低い点で死ぬんですよ。っていうのがあるので、受験生の皆さんからしたら結構参考書を進めることが嫌かもしれませんが、そうではなく、極論に言うとやってない分野があってもいいから、やった分野は網羅系レベルが守れたら絶対に取れる、だから網羅系は即答するようにしようって僕は言ってるわけですね。宮廷大でやっても結構、これ解説ずっと取ってるんですけど、あの網羅系をきちっとやりましょう、完璧にやりきりましょう、完璧の定義や問題を見たら5秒以内に解放が向かうんで、途中30秒以上というところなので最後まで書いてことを書いて、最後まで回答が書けることですので、それをきちっと意識してやっていただければなと思います。はい、4番、これは確率ですね。まあ、これは網羅系例題共通テストレベルなんで、確率、みんな苦手だよね、サボらずやったっていうのを北大から聞かれている問題ですね。やっていただく人にとっては、そんなに難しくない。確率はですね、まあ、発覚結構人気ですけど、北海道大学とか志望の人だったりとか、そこまで数学得意じゃないよって言ったらですね、今、受かる確率ってなります。受かる計算は正直そこまでお勧めしません。ただの計算なので、普通に網羅系とかのですね、まあ、ステップアップの、計算系の問題とかやってもらえばいいですが、確率に関しては非常に分かりやすい。モラ系が逆にですね、確率の概念理解しづらいと思います。で、発覚はちょっと難しすぎると思うので、軽く確率やってもらったらいいかなと思います。ということで、今回北海道大学理系文系喋ってきました。結構、今年はですね、辛い出題だと思います。おそらく文系も、この1番、2番の出来は正直まだデータ出てないんで分かりませんが、ちょっと悪いんじゃないかなと、ちょっと僕は睨んでます。まあ、でも理系の人はもう典型的に、標準問題をきちっと取れたかっていうので、差がついた問題だったかなと思います。まあ、宮大の時も喋りましたが、宮廷大は、分かると思うんですけど、自分が数学 1A から3まで勉強してね、2A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  までかな、勉強してきて、そこなんか嫌い、なんか嫌いが結構本番にこうやって出ますって、出た時は、問題自体は難易度かなり低いです、この4番ね。問題自体は難易度低く出ます。じゃあ、ちょっとでも理解しないと、パニックになって、もう本番だったら当然、出てしまったのかって死んじゃうので、自分は今心の中に、理系なんだよなっていうのがある人は、数学だけじゃなくて、確認が。勉強していただければなと思います。理解なくて、なくて暗記はできませんね。知らないサイクル意識して勉強してもらえればいいかなと思います。今回は以上です。今回も最後まで動画をご覧くださいまして本当にありがとうございます。このチャンネルでは論理的に受験勉強を行う方法をどんどん発信していきますので、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また僕は日本初のオンラインギガスクールであるシェアリングナレッジを運営しております。今なら体験プログラムというものが1週間無料で受けていただくことが可能ですので、ぜひ概要欄からご参加いただければなと思います。またシェアリングナレッジ内で提供させていただいているシェアナレ AI が大幅アップデートしました。これまで通りトゥードゥーリスト形式で学習計画が配布されて、それをひたすら潰していくだけで勉強が進められる。それだけではなくて各参考書の各部分の勉強効率の数値化にも成功しました。そして平均よりも勉強効率が悪いとなればパーソナル学習コーチにすぐ相談して変な勉強法をしてもすぐ回復できるシステムになっております。ぜひシェアナレ AI の方を大幅に活用いただいて、論理的に勉強を進めて大学受験一緒にハックしていきましょう。